はい、ズーキーの自由な時間へこそ。さあ今回はですね、ホットトイズから日本でもムービーマスターピーススパイダーマンアクロ・ザ・スパイダーバースの予約が開始になったということで、一気に2体だね。こっちもマイルス・モラレスとスパイダーマン2099。価格がね、2099に関してはね、もう4万切ってるんだよ。でこっちはまあ付属品がさ、ボーナスアクセサリーとか通常版とかあるけど、全然ね思ったほど高くないって感じですね。はい、でボーナスアクセサリー付き見ていくんですけど、2024年の11月だって。なるほどね。はい、付属してるパーツはこんな感じと。いや、いいね。てかこの服装ね、2パターンに変えられるのはでかいな。いいね、このマスク半分着てる感じね。はい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 、いいですな。アニメがねすっげえ面白いから、2作目も期待だよね。すごいな、これはすごい気合が入ってる。ここにねグエンも映ってるっていう感じですね。このさ、予告編でもちらっと言ってたけど、ピーターとグエンは結ばれない運命にあるっていうのが、ちょっとこれはね、アメイジングスパイダーマンの方やっぱり出てくるから悲しくなってくるね。で差し替え用眼球のパーツとヘッドでしょ、胴体。あー、多分これ薄いからか、薄いから上から切れるって、えどういう感じなんだろう。いいな、なかなかいいね。さあ次、可動軸が見えすぎ問題っていうのがチラチラ声上がってるけど、物がいいからね全然気にならない。なんだろうこのスパイダーマン、すっげえかっこいいんだけど。いやー、かっこよ。価格もねそれなりにいいしね。あ、すっげえ光るのこれ、光るっていうか多分ブラックライトを照らしたら光るのかな、模様が浮き出るみたいな。あ、けどよくよく見たら模様あるね。はあ、これはいいですな。アーツもさ、13,200円かな、そこらでね、今予約してるけど、アーツはね本当にできるんだけど、うーんってことがちょっとねあるから迷ってますね。買うんだったら絶対こっちの方がね、思った以上に安いし、余裕があるんだったらこっちかなって思う。かっこいい、かっこいいからね。わあ、これもこんだけ、こんだけっていうか、まあ専用台座とかね背景もついてこの価格っていうのはいいですね。どうしたホットトイズって感じですよ。これも11月と。はい、といったところで、日本でもアクロ・ザ・スパイダーバースの予約が開始になったという動画でした。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この他にもゲーム実況しているのでそちらも見てください。では最後までご視聴ありがとうございました。